お前は常に最強を目指す選手だ。これはスコッド。私に憎しみを抱いてはいけません。私はスコッド。あなたが俺の海軍にかかって、せっかくの戦いが楽しみ。私があなたより上だということを証明できる絶好の機会だ。道端でぶっ倒れてるところを解放してやったほしい。正面から俺一人で向かえば。当然です。当然です。現在かメリオダスは何度死ぬか蘇る。気安く騒ぐ。魔人の王にもたらされし呪いの力だ。俺はこの時を待っていた。お前ら二人を確実に撃てるチャンスをな。自分より弱い者に憎しみを抱くはずがないでしょう。抱くのは哀れぬ。私も本気を出してあげますが、認めざるを。さて、おこがましい。貴様は強い。この我の次に。めちゃくちゃすぎるやつだな。一人で倒しちまったじゃんよ。おやおや、銀貨でも落ちていましたジンプリット。始める。スーパースラッシュ。当然仲間にこのことは一切何も伝えてない。問題は死から蘇る都度感情を加え、最強の魔人と呼ばれた時代は彼に逆行しつつあることなのだ。俺でも負ける。だからお前らを油断させるために仲間と祭りを楽しむ参加者として来たんだ。ち、まずい。理由はわからないけど忘れていたい。クラウドリンが数々の悲劇の種をまいて張本人。なあ、それがどうした。このまま全員燃えちまうぞ。今はそっとしておいてやる。あなたを仕方はわずかに。60。お前ら二人に必ず警戒されんだ。神つゆり見たな、俺の食事シーン。ザ・ワン。ガイアがうるせえな。エスカモン噛みちぎる。俺の口が何だってかい。我慢の限界だったんだ。聖剣エスカノール。魔の神とやら。人
人間に見下される気分はどうだ。